笑顔の原因、口元の脂肪を排除する方法を紹介します。こんにちは、井上です。今日は僕のお客さんでこの口元の脂肪が多くて、ここに線が入っちゃうとか、もうなんかここ全なんかもうブラウンってなっちゃうっていうね、ブルドッグ顔みたいな感じになっちゃってお悩みの方が多いんですよ。やっぱここ脂肪がたくさんついてブルドッグ顔になっちゃうんで、今日はそれをこう除去するエクササイズを紹介するんで、ぜひ一緒にやりましょう。主にこの口周りの筋肉いっぱいあるんですけど、口周りの筋肉がサボってる、結構お客さんで多いのはエクササイズする以前に筋肉が固まりすぎてエクササイズ効果が薄くなるっていう人が多いんで、最初に簡単に緩めていきます。最初に口輪筋を緩めたいんですけど、口輪筋の下は外外筋とか後角下制筋とか下の筋肉にくっついてるのと、口輪筋の上は胸骨筋とか上伸胸筋とかがついてる。口輪筋の中でも分かれてくるんで、まず下の方から緩めていきます。大体もうこの口のこの辺をね、指3本ぐらいでこう軽くクククッと、ほんと軽く緩めるだけです。30秒間緩めます。よーいスタート。もう本当に軽くマッサージ、超軽くマッサージしてるだけです。もうこれは何をしているんだっていうぐらい、自分であれ私は今何をしているんだっていうぐらい優しくコリコリコリと軽く、本当はこの筋肉はそんな太くないんで、優しくで緩むんで、優しくいきます。コロ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 って。 OK。そしたら今度は口輪筋のちょうどほうれい線のとこが、上伸胸筋とか胸骨筋がつながるとこがあるんで、ほうれい線のとこに大体こう指3本ぐらいこう当ててグリグリグリ、これも優しく30秒ぐらいほぐします。よーいスタート。こんな感じです。もうこれも何してんだろうっていうくらいの、上側もそうですね、だいぶ優しく緩めるような感じでグリグリグリっと。顔のマッサージはね、摩擦は敵ですからね。摩擦は絶対良くないんで、本当に優しくこうほぐすような感じで、もう本当に本当動かしてんのっていうぐらいな感じでいいんで、ほぐします。 OK。 筋肉が今緩んでる状態なんで、口前のエクササイズをしていきます。まず最大のウーと最大のイーを30秒間一緒にやりましょう。ウーイーウーイー。ありがとうございます。はい、よーいスタート。うーうーもっといけませんか。うもうちょっといけませんか。やっぱこのぐらい全力でやるとめっちゃ疲れるんで。このぐらい動かせるところまで動かしていきましょう。それはサボってますからね、その筋肉。そうです、動かさないと、働かせないと。もうそのこれね、いい、オーケー。めっちゃ疲れた。したら今度はうーからふいーっとして、あう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 って汗が30秒間いきます。よーいスタート。激しくあうあうって、こわもういっぱい動かす、いっぱい動かして。スピードっていうよりはもう目いっぱい筋肉を使う感じですか。うん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 って感じ。やっぱ面白いですね。ふざけてないですよね。めっちゃ真面目。めっちゃ真面目。うんうんって頑張って。オッケー。やばめっちゃ疲れると思うこれ。今度はこっち行きますよ。行きますよ。ございます。よーいスタート。やりづらい方とかちなみにありますか。こっち。あ、こっち。うん、じゃあ右側があれですかね、サボってたんですかね。うん。皆さん頑張ってください。こっちに寄せらんないもん。全然そっちの筋肉使えてなかったんだ。思いっきりあんあんって口を思いっきり開けて、オッケー。やば、これすごい疲れる。こんな感じで今筋肉を緩めてエクササイズをすると、緩まって筋肉がリラックスしている状態からのエクササイズなのでめっちゃ効果的なんで、口周りだけじゃなくて胸骨筋にもアプローチしてるんで、もうここの全体的なたるみと脂肪のエクササイズになるんで、ぜひこれを続けて老け顔ピシッ
け顔なん老け顔をさよなら。いいっすか、それで終わりで。このようにアピアランス TV では今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思い動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。なんとなく不調を感じてるあなたね。ここで言うやばいです、キラハンガー。これがやったペットボトルのやつ、はい、ちょっと実際疲れるかちょっと1分間やってみて。2、1、はい、OK です。ほらもしもし、タコちゃん、はい。めっちゃ綺麗になってますよね。だから化粧水塗って、30秒経ったら膝を今度は片側に倒して、はい、楽しみにしてください。ああ、どうした。